車に乗りたいって思ってた。だけど大人になって分かった。それは簡単なことじゃない。家族のこと、お金のこと、いろんな事情、自分が好きだって思う車に乗るには相当な覚悟が必要だってこと、大人になって分かったんだ。かっこいいのは車掌の車自体がかっこいいだけじゃない。その車に乗って決めた。関東の中でも一番最初に春だったんですよ。